こんにちはえ今日はあなたに降りてきている信号という意味でえ今自分が選択したこれは心の時代ですごく大切なことで自分が感じて今選択したことが合ってるのか間違ってるのかっていうのを判断できないと。 間違った道に進むと苦しむわけですよ。ひたすら苦しみ続けることが待ってるんです。で、会っていると楽に楽しくなっていくんですよ。なので、この感覚を身につけてほしくて、今回この動画を撮りました。 で今この動画を撮る直前にあの体験したことからお話し,します私屋上に出てってあの爽やかな空と雲と太陽をえ動画に撮ろうと思って行ったんですよで何を話そうかなって考えてる時にも風がゴーゴー吹いてきてなおかつ救急車がピーポーピーポーうるさくって普段だったらねすぐ救急車終わるのに終わらないんですよ いつまでもちょっと待ってたんだけどえ実はこの段階でえ外で動画を撮ってはいけないということがどうも信号で来ていたらしいんですね。で私これに気づかないでしばらくその動画を撮ろうと思ってこう空を撮ったり写真撮ったりしてたんですよ。で日差しが強くてだんだんしんどくなってきちゃったんですね。それで、で。ももうういいやもう家に入って部屋で まあ動画貼り付けたんだけど、まあ、雲の写真も撮ったしいいやーって思った瞬間風が止んだんですよで風が止んで救急車の音が消えて静かになったんですよでこの状態だったらもうそのもう一回動画を撮るという選択肢もあったんですが私はここで考えたんですいやさっきここで動画を撮ろうとした時あれだけ子どもの声まで聞こえてきたんですよ そばに児童館があって、そこから子供の声がワー,ワー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 してくるんですよ。この声もあったので、ああ、またこれダメだなと思い、急いで部屋に戻ってきました。で、この、この段階で、再度、やっぱり風も止んだし、なんか周りも静かになったから動画を撮ろうと思っていけなかったんだよ っていう理由は正直言って私には分かりません。なんで屋上で動画を撮っちゃいけないのか。ただ、何かあるんでしょうね。私がそこで動画を撮るということ自体が体調的にこう体調を崩すのか、まあ、日お日様すごいガンガン当たってますから、お日様によってその何かやけどですよね、日焼けですよね、起こすのか、何かあるんです。で 仕方がないので私は部屋に戻ってきて今部屋で動画を撮りまた加工してアップするんですがそうした途端に楽になったわけですねで体も楽になったわけですよ屋上でしんどいなっていうのが今あの部屋に戻ってきて座って動画撮ってますからね、えー、ここを皆さんに分かってほしくて動画を撮っていますで皆さんね 今、これ何かをしようとしたときに、まあ、動画、私の場合動画だから、うるさいとこれがダメだっていうのが即座に判断できるので、周り中がね、飛行機が突然、あの、飛んできたり、あの、飛行機じゃなければ、あれ、ヘリコプターだったり、救急車だったり、あの、人の声だったり、車の音ブーンとかね、車はそんなに大した音じゃないんですが、バイクですね。バイクはすごい音しますから。 こういうもので間違ってるよってことを教えてくれるんですよ。だから方向性違ってるなってことに気づいて、あの、ターンができるんですが、皆さんの場合、えー、日々の、あの、中で自分が選択したものが合ってるのか間違ってるのかっていうのを調べる方法ってなかなかないですよね。気づきづらい。 とするならば、何か自分の判断基準を持っておくって大事ですね。例えば、自分が考えている時にコーヒー飲んだら、そのコーヒーがすっごく美味しい。めちゃめちゃ美味しい。なんだ今日のコーヒー美味しいな。と思ったら、あなたの判断がイエスなんですよ。それが、 こう何か判断してる最中に飲んだコーヒーがまず、何このコーヒー美味しくないわって思ったら、あなたの判断間違ってるんですね。その判断を下すと、あなたは苦しい方向に修行がいっちゃうよっていうね、判断で教えてくれるんです。食べ物って顕著ですよね。 でここね、なんだこの店まずいコーヒーだなって考えちゃいけないんですね。この判断を下した人、えー、ちょっと罰です。<laughs> この考え方は明らかにその考え方。あの、苦しんで学ぶ、えー、魂の人が選ぶ選択肢です。店がまずいって判断ね。えー、なぜかっていうとね、自分に全ての原因があるのが今の時代。 え、相手にすべての原因があったのが旧時代なんですよ。その時代とか、夜の時代とか、土の時代地の時代え、ごめんなさい。私読み方も分かってないね。<laughs> 風の時代に対してはね、物の時代とか、あの、いろいろ言われますね。弥生時代とか言われます。 えー、古く、全体主義で、全員が苦労して学びましょうって。嘘をついて人を騙して、人を苦しめて、過ごしましょうっていう時代が10年以上前。えー、その、そこで終わりました。えー、10年。うん、まあ、正確には14年、14年経ってるかな。経ってない。14年。うん、5年、5年、5年、9年。 8年だ。13年、14年前ですね。14年前までが、えー、そういう時代でした。だから、今はあくまで原因はすべて自分にあります。自分にあるから、自分の何かによってまずかった。自分の何かによって、えー、つ、うんと、環境が悪かったと解釈してください。 店側に問題があるのではないという意味です。で、例えば店員さんの態度が悪いっていうのも入りますよ。あなたの選択が間違ってるから店員さんの態度が悪いんです。よくね、神対応なんてよくね、ツイッターなんかで書かれますが、あれは神対応をした店員さんとか、えっ、ー、と、芸能人とか、その なんていうかな、んと駅員さんとか、そういう方が素晴らしい、まあ、もうその人自身も素晴らしいんですけど、のではなく、対応、神対応を受けたあなたの選択したことが丸なんですよ。555あなたの選択は合ってるよーって最高ってね、えー、見えない世界から合図が降りたんですよ。だから神対応を受けた人はね、あ 自分の今してることは選択してることは合っているんだと考えてください。ここを、えー、と判,判断材料にしましょう。で、よくね、えー、店側の、えー、と悪口を書いて、あれはダメだ、これはダメだみたいな、えー、記事を見ますが、 この記事を書いた人、またはそれを感じた人ですね。取材した人もね、方向性間違ってるんですけど、あのー、実際に体験した人、体験した人自身が選んでる人生が間違ってるんですね。えー、間違ってるって何かっていうと、今は楽して楽しむことから学んでいく時代なんですよ。これに対して嫌なことが起きるというのは、 苦労して苦労して嫌なことをから学びなさいっていう、えー、ズレ。今の時代とのズレが来ている証拠です。だから、間違ってると表現しました。ただね、この世界は全てが学びです。あなたは学ぶために生まれてきています。だから嫌なことさえ嫌なことを体験しなければならない。という学びでありますよ。 っていうこともお話ししておきます。必ずしも嫌なことや苦しいことがダメでもないし、ルールから外れてるとも言い切りません。これは学びです。ね。でもうるさくなりましたね。こんな部屋の中の奥の方にいながらもね、飛行機合々言ってるから。やっぱダメみたいですね。ごめんなさい。えっと、苦しいことは全部ダメになってきます。えー、苦しむ人は、あ、そっか。苦しむことから学んでる人っていうのはね、命が短いんですね。 もうあの世にお帰りくださいっていう指令が降りてきてしまうそうです。だから、何においてもすべて楽しいことから学ぶようにシフトしてください。苦しいことから学ぶ自分は全部おしまい。合ってる合ってる 苦しいことから学ぶことは終わりにしていきましょう。で、この判断は自分が何かを判断した時に出会った、その次の瞬間に出会ったこと。これが自分にとってすごく嬉しいことであったり、美味しいことであったり、自分を楽しませることであったり、えー、プラスの感情を刺激するものであればイエス。嫌なものだったり、嫌いなものであったり、不快なものであったり、 まずいものと出会ったら n です。えー、直前に判断したことをきちんと覚えておきましょう。今日はここまで。またねー。